陳は中国の元卓球選手。2004年アテネオリンピック男子ダブルスの金メダリストである。チャンス賞南通市出身。左利き。陳は12歳で小のチームに入り、2002年からナショナルチームに入る。2004年アテネオリンピックではバリンと共にペアを組みダブルスで金メダルを獲得した。彼はシングルスの選手としても2004年以来常に、 世界ランク10位以内を確保していた。2006年のアジアカップで王諦に敗れた際、ラケットを地面に投げつけベンチの椅子を蹴り上げるなどの問題行動により、中国卓球協会から半年間の国際大会出場停止、一週間農村での労働、再教育処分を受けた。その後行われた翌年の世界選手権では、バリンとペアを組み再びダブルス優勝を果たした。 2014年に中国国家チームを正式に引退した。非常に荒っぽい卓球を展開する選手で、キレのある両、ハンドドライブが武器。ただ、調子が良い時は前述の、両、ハンドドライブが猛威を振るうものの、調子が悪い時は逆に雑さが目立って自滅してしまうこともある。サービステクニックに関しては手首を鋭く使っての速いスイングによって回転量を高めている。 また、ダブルスの達人とも言われ、上記のように数々の大会のダブルス種目で活躍している。ダブルスの時には本来は先輩であり、なおかつ実力的にも上回っている、オーツトムキンやバリンにも指示を出すことが多い。ありがとうございます。